はい、こっち録画開始。はい、録画開始。耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぐすラジ。さあ、この番組は滑る玉順と、玉順こと玉城順とむくむあずあずこと、能見あずさと、はい、アシスタントのシュービーこと中修司です。はい、この3人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。ぐすラジ健康情報番組ということでですね、皆さんの体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうために1時間ですね、はい、1時間ですね、お付き合いいただこうという番組ですけれども、はい、簡単に玉順、メインパーソナリティの玉順、はい、自己紹介からお願いします。はい、メインパーソナリティの玉順こと玉城順です。よろしくお願いします。はい、このラジオはですね、耳ぐすいラジオ、ぐすラジと言いますけども、まあ先ほどあずあずが言ったように健康情報番組ですね。で、はい、これですね、耳から取れるむくみ取りということで、まあラジオ耳からね、聞こえますけども、そのラジオ聞いてるとむくみが取れちゃうよって、取れたらいいなっていうラジオです。で、むくみってなんか不健康とかね、なんかね、疲れるとむくんだりとかね、病気したらむくむとかね、足怪我したらむくむとかね、まあなんかむくみってなんかいろいろ不健康だから、まあそれが取れたらいいよねってことで、その番組を毎週お送りします。はい、よろしくお願いします。はい、そして私、はい、アズアズメインパーソナリティもう一人ですけれども、はい、温活とアロマの講師とか、あと沖縄の新都心というところにサロンを構えておりまして、はい、私も人様のむくみを取ったりするお仕事をやっておりますので、ぜひですね、はい、皆様に役立つ情報をお届けしつつ、うん、この隣にいるパーソナリティの2人、体のプロなので、はい、ちょっとリスナーさん目線で、うん、なんかこう難しい言葉とかは私がちょっと、ね、うん、解説してよっていうチャチャを入れながらぜひ進めていきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。そして今日アシスタントは、はい、アシスタントシューピーこと中修司です。自分は病院勤務の理学療法士ですね。病院勤務なので、うん、まあ、主に入院している患者様の対応させていただいてます。で、やっぱ入院しているからこそ体のやっぱちょっと状態があまりよろしくないところたくさん対応しているので、やっぱ健康ってちょっと、まあ、いろいろ考えないといけないところだなと思って、普段か、まあ、勉強しながら関わらせていただいてます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、ぜひ1時間お付き合いください。はい、さあ、ぐすラジーですね、FM 那覇からお届けしておりますけれども、一体いつ、番組は放送されているんでしょうか。はい、放送はですね、毎週月曜日の3時から、3時、56分の間ですね、はい、放送してますね。はいはいはい、ぜひ YouTube と Podcast でも聞けるんですよね。はい、うん、はい、YouTube では耳ぐすいラジオって検索してもらえたら、ガンガン出てきますので、車の中でね、YouTube で聞きながらお願いします。はい、じゃあ今日のテーマから発表いきましょうか。はい、今日のテーマはせーの、お酒グダグダ。何も分かる。もう一回くもう一回く、おつけるつけない。つけようかじゃ。つけようか、つけるね。つけることね。今日のテーマはせーの、お酒というわけでね。はい。まあね、心の健康はね、もたらしてくれるけど、はい、体の健康はちょっとね、飲みすぎるとあんま良くないですよっていうところのお酒ですね。はい。で、この放送日が12月10日なので、はい、ちょうどね、これから忘年会で、まあもう忘年会入ってるところもあると思いますけどね。忘年会シーズンですので、はい、まあね、うちなんちとしてはね、お酒のね、うん、ものはちゃんとね、聞いとかないとね、と、うん、いうことで、今日のテーマお酒、はい、です。はい、このテーマで1時間お送りしますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、叶えるラジオ、ピョン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 、 AOZZ0 AQFM。
ということで始まりました耳薬ラジオ。今日のテーマはお酒ということなんですけれども、はい、ちょっといいですか、うん、今ねジングル、はい、ジングルってあの音楽が入ってる途中にタマジュンがさ、うん、私の今日の格好さ、今日はなんか寝巻きみたいな格好だねとかって言うんだよ自ら公開したのいいけど一応ね、違う、ね、ちょっと寝巻きじゃないか、ね、まあね、ラジオ聞いてる方はどんな寝巻き、うん、なんだろうって想像想像そうそうそうすごいなんかピンクのなんかこうフリフリしたようなやつみたいなね、ネグリジェみたいな、ネグリジェみたいなカフェにネグリジェってすごいね、カフェにネグリジェ来ちゃうちょっとねそういう感じよりはねちょっとこうラフな格好ってもらっていいですか、ラフな格好、ね、がない なんでその格好なんだっけ、うん、今日はね、うん、トリートメントの、うんうん、なんかマッサージみたいな、マッサージ、ね、トリートメント の、うん、練習台に、練習台ね、なってたんです、うん、だから、ね、スッとね、そう、楽スッと脱げて、うん、スッと楽でかかったら、スッと着替えられてね、寝巻きだ寝巻きじゃな寝巻きだけど、うん、こんなラジオで言うなって感じ今日、ジュニューブラもう楽すぎる、楽すぎる、すごい。だからほら、あえて今さっきジングル中に言ったのに、うんうん、あえて自分で持ってくればいいんだと、ね、ぜひ、ね、YouTube とかでね、うん、検索したり、うん、Facebook ページでライブ配信見ると、うん、私のそうですね、ジュニューブラ着たネグリジェの、うん、すごいガン見してもらってね、これジュニューブラなんだみたいな変な人見るジュニューブラこれかみたいな想像してもらったらいいかなと、そうですね、はい、うん、こうね、ジュニューブラ想像しながらアズの顔面見てもらったらね、そうだね、子供いない人はジュニューブラどんなのって思ってると思うけど、うん、今ここにある2人はね、わ、うんうん、かんない、子供、ね、かんなかったですよ、いないからね、うん、ジュニューブラ何みたいな、ね、今シューピーが私の胸元見てるぞ、見てるぞ、やめてよ隣でやばい、びっくりした、ちょっとした、自分で見ろみたいな感じでやってんのにね、チラチラあの目線がさりげなく下に降りてきましたジュニューって何みたいな、まあ、カメラに、ね、もうなんかお酒飲んでんのかって感じ、ね、そうね、うん、まあここね、酒だから、うん、もうすぐ飲みに行けるとこだからね、そうそうね、まあFacebook、これね Facebook でライブ配信してるんですけど、うん、その画面だと横向きなんですよ、うん、アズアズのね、うん、で、YouTube 配信は正面なので、うん、まあ、2つをね見比べて、うん、ジュニューブラってどんな感じかっていうのを想像してもらえるといいかなって2つね、2つ立体的に想像してもらって、はい、ぜひぜひ、まあでもそうです、ね、見ないで逆にラジオだけで想像するっていうのもありですね、うん、ネグリジェとジュニューブラ、うん、のアズアズ、そうそういいですね、声から想像する一応健康情報番組ですね、あ、まあ、今日お酒だからいいかなみたいな、そうですね、そうですね、はい、年末年始ということで、ね、本当にどうですかお酒、この中で好きな人、うん、はい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 、好きですけど、ね、お酒ねお酒大、まあね、わかんないですけど、そうですね、酒文化ですね、そうですね、まあよくシューピーと飲み行きますので、うんうん、基本的に自分友達いないので、そうそう、シューピーしかいないんですよ、いやいやいや他にもいるけど、お酒が友達、お酒が友達なの、お酒はそんな飲まないけどね、多分ね、うん、そうですね、そうそう、まあお酒飲まないっていうか、暇だったら飲むけど、うん、仕事入れすぎて飲めないっていう、あ、なるほどなるほど、うん、そうそう、ね、でシューピー大体付き合ってくれるんですけど、そうです、ね、優しい、そう、いや、自分がおごるときとかね、うん、ね、シューピーほとんどあれですからね、すごいいいお酒をおごってあげたときに何も味わわずに飲むんですよ、おー、いやいや、おーみたいな、その酒安くないぜみたいなのを一気飲み、お前一気飲みかみたいなのをね、やるんですよ、最初は味わうんですよお酒、うん、で美味しいじゃないですか、うん、これスッスッといけるなと思ったら、うん、どんどん一口量が多くなってくる、そう、そういう感じでね、そう、やっぱどんどん快感を、快感、ね、まあ、そうやってハマっていくとダメっていうね、ですよね、うん、めっちゃなんかちょっと今ちょっと自分わざと入れないようにこれしてたんですけど、うん、まあ、今アズアズがね、はい、何したかっていうとですね、はい、Facebook ライブの基本配信ってアズアズとタマジュンが2人で映ってるんですけど、はい、まあ、そうすると中がねシューピーがね映んないんですよ、うん、それをね今シューピーとアズアズっていうコンビにして ねシューピーのこう話してるね、はい、お酒のね、そうなんです、そう、顎をちょっと Facebook のね、はい、Facebook ページはリアルタイムでコメントで参加
はい、してもらえるんですけど、ね、早速コメントが入っててですね。そうなんですね。そうなんです。見てます。中会長映ってないよっていうリクエストがね、 あったので、ありがとうございます。はい、そうなんです。よくご存知の人です。ご存知の方がこれリアルタイムで参加したい人って、うんうん、いつどのタイミングでどうやってなんか参加したらいいんですか。あ、どのタイミング、はい、Facebook ページでライブ配信してますっていうお知らせをしてるんですけど、はいはい、うん、沖縄健康追求ラボっていう Facebook ページですね、はい、毎週一応このラジオで毎週水曜日、あ、毎週じゃない、間違えた、各週ですね、2週に1回水曜日の収録日にですね、うん、こうやって Facebook ページで、うん、ライブ配信ということで流させていただいてますので、はい、生放送ですね。こちらでも 生放送なので、はい、もうその模様を今、うん、現状流しているところなので、はい、もし興味ある方は、そうですね。なんて検索したらいいんですか。はい、検索ですか、はい。沖縄健康追求ラボですね。ね、でいいねをね押してもらえると、うん、そうですね。まあ見やすくなりますので、うん、いいねをしていただいて、はい、毎週水曜日のね、はい、6時半から1本目、で大体その後に7時半過ぎぐらいかな、うん、から2本目やりますので、うん、両方ともね聞いて、でラジオも聞いて、うん、YouTube も見て、うん、ポッドキャストも聞いたらまあ覚えますよと。なので、まあ、Facebook ライブで参加している皆さん、はい、コメントぜひお酒についてなんかこう知りたいこととか、うんうん、お酒の失敗話とか、はい、あったらぜひお願いします、はい、見ていただきたいと思います、ね、今コメントいただいた方は多分、うん、シューピーのねお友達ですね、うん、そうですね、中会長ということで、はい、なんかよくしゅ中修二と言いますかね、フルネーム明かしましたね。シューピーね、自分よく暴露されて、中会長ね、あの名前は、はい、うん、中会長もなんかあだ名多いんでよくわかんないですけど、そうなんだ。そんなにあだ名あんの。何でもありなんで、何でも反応しちゃうんで、まあ、シューピーってねこのラジオだけだしね、うん、私が勝手につけたね、そうね。呼びたかったんで ね、いつしかね、うん、浸透し始めてますけど、そうそう、ね、シューピーね、シューピーね、シューピー、はい、いい感じになってきたけどね、はい、ありがとうございます。お酒ですね、はい、そうやっぱねついつい美味しいと飲みすぎちゃう、うんうん、失敗話ありますか。あ、この間、ついこの間ね、講師の解剖学のね先生をね、はい、沖縄に呼んでですね、シューピーと、まあ、もう一人と4人で飲んだんですよね、うん、懇親会とね、称して、称して、まあ、先生が新潟出身の先生で、へ、軽めにしとくねっていうのが強くて、うん、あ、そういうことですね、びっくりした、うん、北の方の人ってね、強すぎる、強って言いますよね、やっぱ本当にそうなんだ、マジで強い、え、こね、え、今日軽くしといたからって言われて、マジですかみたいな、まあ、そう、このレベルでみたいな、このレベルで、まあ、うん、まあ、玉順がですね、見事に潰れてですね、うん、次の講演会だよ、うん、講演会で司会なのに、うん、見事に潰れて記憶なくしてですね、もうステーキ屋の鉄板を枕にしましたね、うん、そう、えっていうふうに言われてきしっていう、大やけどじゃん、大やけど、めっちゃ大やけどです、マジで大やけどですね、で、そのステーキ、講師が食べてくれたんだっけ、一応ですね、食べましたよ、うん、食べて、うんうん、で、その亡くなった皿に額から突っ伏してこう、うん、あ、そう、そういう感じらしいですね、はい、まあ、記憶ないので、はい、まあ、わかんないんですけど、はい、久しぶりに記憶なくなったんですけど、お、翌日のその講演会は、まあ、大丈夫です、大丈夫、大丈夫なんです、全然普通に、はい、どんな講演会だったんですか、ちなみに、解剖学の先生から今更聞けない解剖学って言って、基本のところの解剖学からちょっと、はいはい、なんだ、ちゃんと勉強した人も、うん、あ、こんなだったんだって分かるような、分かりやすい先生、多分なんか体のことを知らない人からすると、解剖学っていう言葉すら全然身近じゃないと思うんですけど、うん、なんですかね、解剖学、そう、解剖学って切り開いちゃう、切り開いちゃう、そう、切り開いちゃうんですよね、そう、切り開いちゃう、解剖学ってね生々しいですけど、まあ、いろいろあって、体表解剖学とか、体の表面ね、体表、体表って体の表って書いて、体表、体表解剖学、うん、そう、いろんなのがあるんですけど、うん、まあ、今回のは、まあ、全身を、うん、まあ、ピックアップして、うん、股関節とか肩とか、うん、まあ、筋肉とか、うん、骨とかっていうのをピックアップして全身をバーッとやってもらったんですよね、バーッと、うん、そうで、あと、まあ、その何、解剖学を学んでない人も、うん、何、入れるような内容だったので、うん、今回はそのOプロジェクトって団体でやったんですけど、はい、うん、なんだろう、全然普通にセラピスト、何、普通マッサージの方とかもいらっしゃって、うん、うん、資格、国家資格を持ってない人も参加できる、ない人も参加できるようにしたので、うん、そういう方が逆によかったって、うん、言っていただいたので、まあ、うん、専門職やってても勉強になる内容を、うん、まあ、分かりやすいんですよね、その先生の説明が、なるほどね、うん、そう、私も国家資格持ってないので、うん、やっぱり専門的に学生の頃とか勉強したことないからこそ、うん、触れる機会ってなかなかなくて、うん、うん、やっぱある程度ね、私もアロマも勉強してるので、うん、解剖生理学ちょっとはやってるんですけど、うん、やっぱ専門分野としてはちょっと弱かったりとかするので、うん、そうですね、そう、なんか、なんていうの、このどうしても
専門的だけど、うん、切っちゃうんですよね。国家資格持ってないとダメとかっていうのが多いので、うんうんうん、そうせっかくやるんだったらね、うん、あの国家資格ない方でも人触るんだったら勉強してた方がいいよっていう内容をね、うんうん、ちょっとずつね広めていきたいなっていう、まあこれもラジオもそうなんですけど、うん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 、ちょっとずつね、はい、体のことを知ってもらうっていうのも、ね、そうですね、うん、まあというわけでお酒の失敗ですけどね、うん、北の方と飲む時は気をつけましょうって、はい、本当に完全に引っ張られてましたもんね、まあ、そうですね、内地とかね、うん、本土の方からすると沖縄の人と飲む時も気をつけましょうだと思います、ね、そうですけどね、いや関東近辺の人で相当ザル以外の人は負けないですけど、うん、負けないっていうか弱いじゃないですか、弱いじゃない、ビール一杯でダメな友達とかいるので関東近辺の、あそうですよね、一杯飲めないっていう男友達いますからね、女の子なんてカシオレを半分とかね、うんうん、普通にいますよ。タマジュンどこ出身でしたっけ？チワ沖縄ですね。お、チワ沖縄。チワ沖縄ですね。ブレッド、ブレッドパンだね。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。パン酔っ払ってるわ。早いな。ここ宴会会場じゃないですか。今日のテーマお酒だから、まあね、そうちょっとね早め早めに。そう、まあ、そんな感じですね、はい、まあ、元分家の血を受け継ぎながら、はい、まあ、関東でだいぶ過ごしたんですけど、はい、神奈川の方で弱い人は弱いですからね、本当に。沖縄は比較的ね、生ビールでみんな最初行ける人多いじゃないですか、女性も、うん、飲み会でこう半分女性だったとしたら、うん、ほとんど生いないですよね、えー、生ビール頼む女性むしろいないぐらい、あ生飲めんのって言われる、感じです。神奈川近辺とか、すごいですよ、生飲めるんだって言っておじさんが喜ぶっていう、それだけ、それだけでもう価値があるんですよ。え、焼酎飲み始めたりとかウイスキー頼み始めちゃったらどうなっちゃう？みたいな、みたいな感じの感じです。私ウイスキーなんかめっちゃ例に挙げたけど、ね、多分本音じゃない。お家に常備してウイスキー、そうウイスキーなんか飲んだらね、いやかなり多分なんだテンションは、あ、まあ、ウイスキー付き合える男性も少ないかもしれないね、少なくはないけど、うん、付き合えない男性がいる一定数、そうなので、うん、なんか自分がよく男友達とね、うん、関東の男友達と旅行を4人で行ったんですけど、うん、まあ、飲み行くんですけど、はい、とかあのホテルでみんなにね、うん、ボトル1本飲む入れて飲もうってした時に、うん、8割9割自分が1人飲んで、うん、って感じとかありますからね、そんな感じ。まあちょっと極端な友達ですけどね、うんうん、弱めのね。シューピーはお酒何好きなんですか？自分島ですね、あの泡盛です。泡盛ですね、うん、鉄板ですよね。鉄板というかもう一番伸びやすくて一番次の日残らないそれだけ飲んでおいた方が ね本当にそうね、はい、安牌ってやつです。本当に強い人はちゃんぽんしても大丈夫ですもんね。まあそうですね、肝臓が強い人ね、うん、これお酒に強い人強くない人ってこう体の仕組み的になんかいろいろあるんですか？まあ、肝機能、うん、肝臓機能ですね。いいですか、うん、そこまで話せるかな。まあちょっと話そうかなですね。ね、はい、ちょっとでもあのメッセージも、ね、メッセージね、意外と今日すごいね、あのいただいててですね。うん、これアズアズのお知り合いかな、はい。呼んでくれてますね、アズサさんってことで。Facebook ページでアズサさんってこれはあの実はですね、スポンサーに先月からですね、カトリジーナオンラインサロン様がついておりまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そうなんですよ ね、 いいですね、カトレジナオンラインサロンさんがねスポンサーになっていただいてますけど、その方なんですね、ありがとうございます。そうなんです。どうぞ今日はあのお酒っていうテーマなので、うん、ぜひ酒についてのテーマで、うん、メッセージ、コメントを、はい、あとですね、あのシューピーとね、あのタマジュンの共通の、うん、あの友人というかね、人からね、うん、シューピーお酒強そうってことでね、はい、まあそうです、その通りでございますね。当たってますけどね、強いですね、ちょっとね、はい、忘年会がちょっと恐ろしいですね。そうですね、強い強いから本当に、まあおごるみとしてはね恐ろしいですね。 そんな飲むみたいなね、お前だけ飲み放題でみたいな。そうですね、朝まで行けますからね普通に行きますから ね気づいたら。そう、シュピお酒強そうってことでね、はい、申し訳ございません、気をつけます。なんかそのシュピのお知り合いですかね、あのリスナーさんがですね、お酒飲みすぎて中会長にお世話になりました、はい、申し訳ということでね。シューピーすごいですね、お酒いくら飲んでも解放する側に回れる。なるほどね、なんか
ね、すごいですね。なんか自分この後その秘訣とかもね教えて。そうですね。お酒の飲み方とかね。なんか暴露されてる感じ。でもね、ほらお世話なお世話してる方ですからね。そうそうね、まあまあ、この間もお世話してもらったんですけど。うんうん、大変ですね。そうですね。大変ですね。酔えればね、いいですけど、うんうん。この後もお話聞かせていただきたいと思います。楽しみですね。はい。はい、ということで、あのちょうどスポンサーのお話が出たので、はい、スポンサー様どうしたらいいか。うん、あ、はい。聞いてもいいですか。はい、じゃあ、お願いします。ラジオスポンサーなりたい方はですね、はい、まあ一応このスポンサーになってくれる方に関しては実は、うん、はい、団体 PR したいとか、まあ、ラジオに出てみたいとか、はい、まあ沖縄健康追求ラボに興味あるとか、そういった理由何でもいいので、はい、まあそうなってくれる方に関しては、まあ、うん、ラジオ内でも宣伝いたします。あと番組でもゲスト出演できるっていう、はい、まあ、特典がついてますので、はい、もし興味のある方は、はい、この FM 那覇のホームページか、はい、あと沖縄健康追求ラボの Facebook ページから、はい、グスラジスポンサー希望というタイトルをつけていただいて、はい、メッセージを送信してください、はい、ね、一緒にグスラジ盛り上げてくれる方たくさんお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今ねキャンペーンでね、うん、まあ、ちょっと安くお安くなっておりますので、うん、始まったばっかりですよね、耳ぐすいラジオ、ね、グスラジがね、うん、ぜひスポンサーになっていただいて、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、はい、この後もお楽しみください。はい、はい、むくみとり耳ぐすいラジオぐすラジ。さあこの番組はむくむあずあずことのんみあずさと、滑る玉順こと玉城順と、はい、アシスタントシューピーこと中修司です。この3人が、カフェ沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組ということでですね、はいはい、今日のテーマは酒と酒、お酒ですね、はい、冒頭からなんか酔っ払いみたいなお話ばっかりしてるんですけど、ね、そうですね、健康を流せっていう健康情報番組なんですけど、今日はなんかコメントがすごい、ね、すごい、さすがお酒っていうテーマだけあって、ね、みんな食いつきますね、はい、なんだかね、読んでもらっていいですか。これね、はい、リスナーさんからですね、はい、お酒を飲みすぎて寝起きのよだれが臭いっていう誰のっていうところちょっとあれですけどあとねこれ自分のよだれの臭さにちょっと目が覚めるっていうすごいですね、これちょっと、はあ、まあ、誰とは言わないですけど、はいはいはい、これ本人、ご本人ではないというですね、多分ね、ご本人だったら逆に面白いですね。これをぶっ込んでくるっていう。自分で目覚めるってことは自分のよだれ。あ、そうですね。これは自分で、うん、面白い。どうですか、ね、聞いてるリスナーの皆さん、お酒を飲みすぎた翌日自分のよだれが臭い方、うん、ぜひ、ね、ちょっとねコメントしていただいてね。これってあの体のプロからすると、うん、なんかいい方法ないですか。まあ、お酒あれですよね、よだれ、うん、普段は臭くないけど。うん、まあ、2パターンありますよね。普段から臭いんだけど、うん、お酒飲んでて眠りが浅いから、うん、気づいてしまうっていうパターンですよね。あ、ほー、うん、そこ、お酒を飲むとよく眠れる人もいるじゃないですかっていう風な考えの人ね、そうそうそう、うん、いますよね。
ちょっとよだれの話からちょっとそれるけどちょっとねなんか健康チックな方に、うん、そうそうちょっと健康チックな方に、ね、ちょっとだけでも持っていこうかなと強引に持ってますね。もう一つのパターンまあね、うん、そのおつまみとかお酒で、うん、まあよだれがシンプルに臭くなったパターンですけどあそうやって口の中が汚いってそうですよね、うん、まあ口臭とあとまあ胃いとかね、うんうん、あと、まあねまあ、本当にやばくて入ったりした方が胃酸、はいはい、の匂いとかがとよだれが混ざるっていうパターンですよ、ね、3パターンぐらいかな。胃酸とよだれが混ざるんですか。あもう、ね、吐いて、あ吐いてってことか、うん、吐いたらね、はいはいはい、うん、胃酸とよだれが混ざったらどういう風になっちゃうんですか。まあ、ちょっと酸性の匂いがするから、はあ、臭く感じるんだ、うん、まあ、酸っぱい香り、酸っぱい香りになるはず、はず、はず、うん、そのリスナーさん自分で答え出してくれててですね、うん、水分足りてないからだ、まあ、そうなんですね。なるほどなるほど、うん、いやこれきっとねリスナーさんの中でも絶対、うん、自分のよだれが臭いくて悩んでる人もしかしたらいるかもしれないからそうですね、いたらね。じゃどうしたらいいんですか。え水分足りないと口臭くなるんですか、うん、でもそもそも雑菌が増えると匂いになりますよね、匂いの元、はいはいはい、だからそこをやっぱりケアしないといけないわけ、うん、なるほどなるほどなるほど、うん、そうですね。それによってやっぱ水分ってやっぱそもそもね口腔内環境変えるので、うんうん、やっぱ必要な要素では一つではあるかもしれないですよね。特にこう、うん、アルコールがね体内の中に増えてると、うん、まあ水足りないくなると口乾いたりとかすると、ね、うんはいはい、まあ、そうすると雑菌増えやすくなるので、うんうんうん、余計匂いがね、うんうん、出やすくなりますよね、出ちゃう、うんうんうん、とかまあ多分よだれだけじゃないんです本当は、うん、それは多分もう体中から本来は臭くなってるはずですよね。いやありますよ、うん、ありますよ、ね、ね出費、うん、体臭お酒飲みすぎて体臭くなることありますよねもうバリね、あの自分で匂ってて臭いって思ってきますもん、ね、私本当にないけど、なんで振って自分で私共感してもらうと思ったらないんですか。私だってトイレも行かないもんそれはそれでどうなのやばいでしょ。それは逆に私トイレも行かないし、水飲まないの。水飲むよ、うん、飲むの、でトイレ行かない、トイレ行かない、あトイレ行かないのはちょアイドル的なやつねめんどくせえいや出ないってことはむっこむってことですからねじゃあじゃあそうですね、まあ、あずあずは多分こう、うん、あの皮膚から全部出るんだと思う。やばいじゃん、ふわーってふわーってほらなんかあずあずの横にいるとなんかほら、うん、よく水蒸気出てんじゃん、あれ全部それだから。あれ全然よくわかんないまだ滑ってるよ、ね、ちゃんと役割果たしてんじゃんありがとうありがとう。あ、リスナーさんあれですよ、うん、他の方がですね、うん、あずささん可愛い、ありがとう、はー、何ももらえないですよ、大丈夫ですかね、え大丈夫ですかねこれ、いいんですか、愛を愛を愛を後で送ってもらっていただいてね、うん、ねっていうわけで、うん、まあ、お酒ですけどねちょっとね、そうそう水分足りてないと大きいですね、うん、これって、うん、なんでお酒飲むと、うん、水分足りなくなるんですか。ああ、じゃあシューピー、はい、あでもお酒飲むか脱水かって言われたらそうじゃ ないと思うんですよ、うんうん、アルコール分と多分水分の配分だと思うんですよ、うん、あ体のね、結局なんか泡盛飲むにしても、うん、アルコール分だけ飲む人と、うん、いやロックとかで、うん、お水で割って、うん、水割りで飲む人って、うん、水分が中に入ってくる違う、そもそもアルコールって水ではないじゃないですか、そういった配分の中に知らず知らずに、うん、全体的な水分量って落ちてくると思うので、うんうん、汗はかくし、トイレは行くし、うん、ね、うんうん、やっぱアルコール分って結局胃の中の活動活発にするし、うんうん、でそのアルコール自体には利尿作用っていうのがあるんですよ、うん、はいはい、なのでやっぱ腎臓のやっぱおしっこを出す腎臓の働きを活発にしてくれるので、うんうん、その分どんどん脱水が、あおしっことなって排泄が進むので、はいはい、どんどん中の水分抜けて、うん、体の中の水分は出ていくばかり、うん、出ていく、あと、まあ、大腸がですね、うん、水分吸収するいやね、うん、そうですね、吸収するんですけど、酔うと大腸も酔うんですって。え、大腸の機能が悪くなんですって、酔っちゃって、ね、うにうにうにって大腸が、大腸がこうやってうに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 して水を吸収したいんだけど、うん、酔うじゃないですか、うん、大腸も酔うんですよ。大腸が酔うの、大腸が酔うからすごい機能が悪くなって吸収され されにくくなるから、だから飲んだ後に下痢とかねなる方とかはもう吸収されてなくて、そういう方がね近くにいらっしゃったらね、まあ、大腸の機能が悪くなってて体内の水分が吸収されないんですよ。そうですね、そうされないから、うん、まあほら脱水っていうか、まあ、なりやすくなるじゃないですか、うんうん、まあ、いろんな要因が重なり合いますけど、うん、そういうのがあるので、まあ、大腸を酔わせないでっていう、うん、
そうですね、大腸を酔わせない大腸を酔わせないっていう気合でね、うん、まあだから大腸が酔いやすい方は、まあ、下痢とかなりやすいのかもしれないです、まあ、その一つ一つの機能がね、あ、うん、その体質によるってことですか、うん、体質にもよる、あ、そうですね、腸内環境っていうのもあるかもしれないですね。あ、なるほど。やっぱ本来は必要な水分って再吸収って形で体内にまた戻されるっていう流れになってるんですけど、うん、仕組み的にはなってるんですけど、うん、でもそのさっき言った大腸にはその水分をまた戻してあげる仕組みがあるのはずなのに、うんうん、そういった活動を作るだけの環境が出来上がってなければ、うん、出てっちゃうんだ、出てっちゃう、戻らず体の中に戻らずに取り込めないですからね、うん、じゃあなんか対策としてはどうしたらいいんですか。まあ、もともとの出ちゃうのは仕方ないじゃないですか。腸内細菌がちゃんとできてるパターン、うん、大事、うん、大事、うん、あとはまあ普段から大腸の機能がいいってことで、うん、まあ、水分普段からね取ってあげてれば、うん、まあ、ちゃんと排泄もされてるから、うん、はいはいはい、まあ、いいよっていう、でもなんかでもどうしても出てきません、出ていっちゃわない、あ、まあ、多少ねそれはもう出ていくから、うん、まあ、水分を余計プラスに取るとか、うん、あ、だからチェイサーがあるってこと、うん、チェイサー大事ですね。あ、チェイサーの話でした、ね、うん、ね、チェイサー大事です ね、挟む挟むとかね、あとちょっとコアの話かもしれない、浸透圧って聞いたことですね、なんか電解質のバランスとか、うん、やっぱあれって結局水だけ取り入れても、うんうん、やっぱ体内のこの、うん、体内、あ、細胞内と、うんうん、あそこの実際腸の中に入っている水のこの電解質って言われてるバランスが崩れてても、うん、やっぱこの水が流れるこの、うん、なんていうんですかね、仕組みが出来上がってないので、うん、やっぱそれでもちょっと脱水になりやすかったりとか、だからよくあの脱水傾向の方で経口補水液で最近よく出てきてると思うんですけど、はい、あれってやっぱり体内に水を吸収しやすいようにその成分がちゃんと含まれているようにできているので、うん、やっぱそういったものも服用するのもありかもしれないですね。あ、なるほど、うん、これはお酒だけに入れることじゃなくてスポーツ選手とかもそうですよね、うん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 、効率よく水分を体に取り入れたいときにはそういうのを活用、経口補水液、経口補水液っていうのは最近出てるので、うんうん、家では作れないんですか、なんか、まあ、塩入れる、塩、うんとね、塩、人工の塩だとあんまりよろしくないので、うん、NaCl、塩化ナトリウムはダメだから、うん、あの天然塩は、うん、天然塩がいいんです、ただね天然水に混ぜるとね美味しくない、うんうん、今いろいろ実験してる、遊んでるんですけど美味しくないので、うん、塩舐めて水飲んだ、何いろんな塩入れて、うん、何が美味しいかなってやってる、さすが体のプロだけどすごい変態かも、何それで体の感じとかね、どんな感じですか、ちょっとその話この後したい、うん、その後しようか、うん、じゃあとりあえずね、はい、なんかこういう感じでね、リスナーさんからもぜひなんかこうテーマこんなものにしてほしいとか、うん、健康の悩みとかがあれば、はい、メッセージをねぜひ募集していきたいんですけれども、はい、メールアドレスとかってどこに送ればいいか、シューピー聞いてもいいですか。はい、メールアドレスはですね、FM 那覇の方ですね、はい、780@fmnaha.jp、もう一回言いますね、はい、780@fmnaha.jp の方まで、メールアドレス入れていただければ届きますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、あとはね、今 Facebook ライブでその生配信してますけど、今コメントねしていただいて、今日一番、今までで一番コメントねいただいてありがとうございます。そうですね、はい、反応いいですね、ね、コメントしていただけるとすぐね反応できますので、はい、どしどしコメントよろしくお願いしま す。じゃあ続きは後ほど、この後78.6
ぐっすらじ。さあ今日のテーマお酒ですけれども、酒ですね、いいですか。さっきですね、たまじゅんが、たまじゅんなんか体のプロじゃないですか、はいはい、それはいいんですけど、なんかそれはいいんですけど、はい、もう一つなんか変態なんですか。何がですか、変態どういう意味で。びっくりした。おおおおだってさ、だってさ、普通に考えて、最近遊んでるんですっていう答えが、塩を水に入れて、どれが美味しいか、体の感じはどんな感じか、遊んでるんですって、やばくないですか。あ、そうですか。みんな、みんなやってます、ね、遊びする人いますか。みんなやってる。みんなやってます。みんなやってます。みんなやってます。体のプロは。体のプロは、基本あの理学療法士って仕事、多分みんなやってる、はいはい、っていうと多分理学療法士の人たちからふざけんなって言われるんですけど、そりゃそうです、そりゃそうです、ね、一般人からしたらお前たち変人かみたいな感じで、変人かって、そうですね、塩を舐めて、そう、塩ね、塩ね、そう、人工塩、味塩とかね、うん、まあまあそれはね、科学の発展によって人工塩でできたんですけど、塩化ナトリウム、そう、塩化ナトリウムなんですよね、で天然塩はマグネシウムとか、まあいろんな、ミネラル、いわゆるミネラルがね、入ってるので、その辺をまあ舐めて、でちょっと多めにしたい、少なくして、でその後に患者さんとか触るとね、クライアントさん触ると手の感じが変わるので、どう変わるんですか。え、分かりやすくなるっていうか、反応しやすくなるとかっていうのとか、まあ、自分の体の感じとか、何がいいかなとかってやって確かめたりとか、面白い。で沖縄は運よくね、ほら天然塩がいっぱい売ってる、いい塩いっぱいあるからね、本当にあるので、まあ、まだそんな全部比べてないですけど、あの岩塩とか、岩塩ってありますよね、はい、岩塩ってその昔の海の塩なんですよね、あ、それがあの塩が岩みたいに固まったものを、岩塩取ってる、そう、だから昔はあのパーセンテージ低かったので、今は 35% ぐらいなのかな、へ、なので今の塩と昔の塩ってちょっとその塩分濃度が違うんですよ。へ、岩塩ってイメージだけどなんか甘い、なんか、ちょっとね、しょっぱいっていうより甘い、甘い感じね。そうそうそう。その岩塩の、まあその、その何、岩の、その堆積したものによって違うんですよね。で昔、本当に昔は7から8で、今35だから徐々にこう塩分濃度が上がってるので、じゃあ今の、まあ、いつぐらいかって。海の方がしょっぱい。そうですね。面白い。なんですよ。海も水分減ってってるってことですか。海も水分減ってってる、あ、塩分濃度が、あの、あ、まあ、確かにそうですね、蒸発するしてどっかに行っちゃってるから、塩が濃くなってるのかなって、あ、確かにね、そう、そうかな、そうかもしれないですね、酒飲んだ人間と一緒じゃんみたいな、確かに、そうですね、そうですね、ね、そうかもしれない、そうですね、確かに温暖化してるしね、そうですね、あ、え、ん、え、でも逆だよ、水上がってて、ね、温暖化したらだって海のさ、水の量が増えるじゃんね、なんですかね、じゃあこれじゃあシューピーちょっと調べてきて、まあ、俺か不思議ですね、不思議ですね、そうですね、水増えてもね、塩分の、まあ、でもここ数年のレベルじゃないですからね、まあね、まあね、うん、あのもう、もう何千年、何億年か、レベルですからね、そうですよね、うん、そうなんですよ。で、何の話でした？そう、塩を舐めて、あ、まあ、水だけじゃなくて、さっき経口水液、はいはい、ポカリとかアクエリアスとかじゃなくて、あれ糖分なので、経口水液っていうのが、まあ、今最近売られてるんですけど、それはまあ、なんだろうな、必要なものがいろいろ入ってるような人工のものなんですよね。まあそれもでもいいし、まあ、家でだったら沖縄天然塩とかね、舐めてマグネシウムとかね取ってもらって、まあお酒でね、ちょっとアルコール濃度が高くなった体にね、水と、まあ、天然塩をね、ペロペロ舐めてくださいと。舐めて飲むでもいいのか、うんうんうん、そうですね、水に入れるとやっぱね美味しくない、あ、そうか、じゃあ体のそのなんか濃度的なものをちゃんと吸収しやすい状態に近づけてあげるってこと、そうですね、あ、でもすごい干してる時は塩水美味しく感じます、へえ、まあ、人によるんですけど、それってやっぱ体がそれを求めてるか美味しく感じるってこと、そうですね、面白い、ね、なのでちょっとまあ試してもらって、ね、さりげなくサインが出てるかもしれないですから ね、 なるほどね、体も、でもこれ結構一般の人からすると、やっぱりなんかこうお酒に限らず脱水の時ってアルカリ、アクエリアスとかポカリっていうイメージが、そうですよね、あれって実際どうなんですか。いや、まあ、まあ必要なものがね、糖分だったらいいんですけど、糖分ってそんなに必要じゃない部分が多いのかなと、そもそも成分って知らないと思うんですよ、中に何が入ってるか、でもなんかね、水
を脱水の時はアクエリアスかポカリみたいなのが昔からの定番で、まあね、うん、CM がね、まあ、大きいですよね。そうだからなんかあれ飲めばいいと思いきや、うん、私、うん、娘がちょっと前に入院したんです、うんうん、胃腸炎で、うんうん、そうそうそう、で、まあ、ポカリとかあげなかったんですけど、うんうん、あげなかったんですけど、うんうん、やっぱ病院の先生も、うん、なんかポカリとか、ね、アクエリアスはそんなにね、うん、あんまりちゃんと吸収されないんだよね思ったよりって言われて、うん、そこがやっぱなんかその、うん、へえなんか普通の常識と違うじゃんみたいな、うんうん、ね、まあ、あれって口にしやすいようにできてますから ね、そうだから、まあ、何も飲まないよりは、うん、今経口補液ってあるか平然と昔から、はいはい、昔はなかったけど今あるからいいですけど、うん、昔って何もなくて、はいはい、もうなの水分取れないみたいな状態の人には、うん、まあ、甘いから飲みやすいですよね、うん、口当たりもいいし、うん、っていう意味では、まあ、取られたっていう現実があったけど、今はね、うん、あのわざわざそれじゃなくて、まあ、ありますからね、うんうん、じゃなくていいんじゃないかな、なるほど、じゃって言っちゃったけど大丈夫まあスポンサーじゃないからいいかなじゃないからいいかな、うん、そうですね、うん、というわけでね、まあ、塩舐めてくださいと、うん、岩塩舐めてくださいと、うんうん、というわけで、はい、次は、はい、待望のシューピーのコーナーに行きたいと思いますよろしくお願いします、お願いします。FM那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、それではぐすラジですよというわけでこのコーナーね、静かになっちゃうね、まあ、シューピーが始めるのかと思ったら私がタイトルするそうなんかシューピー休憩してるからシューピー、ま、始めないんだと思って、 あそうですか、うん、なのでちょっとまあ、あのもうこれ全部自分なんですね、ね、まあじゃあシューピー始めてくれるのここだけ扱いひどいんですよ ね、 なんかね、シューピーやってくるかなと思ったのにさ急になんかぶん投げるんですよね全部。じゃあいいですか、わかりました、じゃあシューピーの、はい、はい、じゃあ早速始めさせていただきます。今週のシューピーのマンスリーポエム、はい、まあ、今回もこうやってささやきながらゆっくり始まりましたけども、まあ心のむくみ取りということですね、少し皆さんのお力になれればと思いますのでよろしくお願いします。今日はタイトル、つながり、縦のつながり、横のつながり、平面のつながり、立体のつながり。つながりは大きいほど動くものも大きくなる。つながりが深いほど発揮する力も大きくなる。つながりが浅いとお互いの関係も不安定になり、つながりが途絶えると今まで築いてきたものも途絶えてしまう。人の体の仕組みは人間関係とよく似ている。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。マイク聞いてました。本当に消えるんですね。いつ戻ってくるかな。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ説明。ずっとエコーかかってる大丈夫ですか。ちょっと、はい、シューピーじゃあ説明。シューピーのマンスリーポエム。マンスリーポエムありがとうございました。はい、まあこれはですね、まあ普段私臨床で、あ、臨床って言い方ですけど病院でですね、うんうんうん、まあ、患者さんも治療している中で、
まあ、ふと思ったことですね。体のやっぱ仕組みを理解していくと、うん、やっぱどういった治療をしていくと一番効率がいいのかとか、うん、で体ってやっぱり手足があって、うん、で体の中心があって頭があってっていう中でやっぱつながりがないとどうしても一つの動きを作るのになかなかうまくスムーズにいかないので、うん、やっぱそこに落とし込めるとこのつながりっていうのは大事だなってふと思ったことと、うんうん、ちょうどまあ、この時期にいろんなこの先輩後輩との関わりだったりとか、うんまあ、病院以外の方たちとの関わりっていう中で、うんまあ、いろんなつながりをこう経験させていただいたなというか、うん、でやっぱりそのなんでこの体の仕組みとっていうところで つなげたかというとやっぱつながりが大きいほどそのつながりで作られたものって大きくなるし、うん、で深ければそれほどやっぱそれ本来の発揮する時間も増えるし、うん浅ければ浅ければなんていうんですかねそのつながりも不安定なので、まあ、出し切る力も弱くなるし途絶えてしまえばそれまでっていう感じのやっぱつながりってどこにでもやっぱ通ずるところがあるなというところで、うん、はい、はい、ありがとうございました。このというわけで、まあ、このポエムですね、はい、筆者秘密にしていくのかなと思ったら、まあうん、完全に僕が書いてますみたいな雰囲気でね不思議じゃないか秘密にしないんだっていうところが ねちょっともう普通にがっつり僕のポエムですよっていうふうに言ってましたけど、はい、まあ、前回で暴露したからいいかなと。そうですね、まあまあ、筆者がね、うん、作ったポエムね、はい、をシューピーがね読んでいただきました、はいはい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ということでですね、時間が短くなってまいりましたけれども、はい、ここでまたメッセージ来てるのでちょっと読んでもいいですか。はい、お願いします。リスナーさんからですね、よだれのお話をしてくれた方ですね顔が赤くなる人とならない人の違いって何っていう質問が来てますけど、どうですか。あ、ちなみに赤くなる人、うん、多分なると思いますけど。シューピー、お酒強いけど赤くなるの。あ、わかんない、あんまりどんなんですかね。赤くなってな、あ、なってるか。自分ならないですね。ほどよく玉順はならないんだ、うん、シューピーはまあそんなでもないかな。そうです、ね、お酒強い弱いにはじゃあ関係ないってことですよね。そうですね、うん、お酒弱強くても赤くなる人いますもんね、うんうんうん、そうそう、うんうん、まああれですね、あ、言っていいのこれ、はい、なんでなんでなんですかっていうと、はい、まあ汗とお酒飲んだらいろいろあって、いろいろあって全然いろいろで詰まそうとするっていう、アセトアルデヒドっていうね出るんですよ、うん、でアセトアルデヒド、アセトアルデヒドが出るんですけど、なんかザリガニみたいな名前だね、むくもうじゃなくて滑る方になってますけど、なんだっけ、で時間ない血管がね、毛細血管が拡張、細い血管がね拡張することで赤くなりますと。ほうほうほう、うん、なのでその反応、まあ、アセトアルデヒドが出てる、うんうん、すごい出てる人か、まあ、その毛細血管反応しやすい人かっていう感じかなってところで、あ、でもこれも体質みたいな感じ、うん、ですね、うん、酒弱い強い関係ないので、うん、もうじゃあアセトアルデヒドに毛細血管が反応しちゃう人は、人は赤くなると、うんうん、どうしようもないですね、自分白くなりますからね。そうなんだ、なんかね赤くなった方がね呼んでる感出るよね。それいるかな雰囲気は出ますよね。っていう感じですね。ね、そうですね、はい。ということで1時間、で1時間半、うん、1時間だっけ、これのこれ1時間です。一度もやってないでしょ、いつも。びっくりした、今。前回出てないから、うん、なんかもう忘れてる、ね。あっという間ですけれどもね、うん、はい、スポンサーさんもついてくれて、そうですね。はい、最後に、スポンサーのカトレジーナオンラインサロンさんも紹介をさせていただきたいと思うんですけど、はい、お願いします。はい、カトレジーナオンラインサロン、うん、
というですね、うん、ワクワクよりも続々を感じたい、真の魅力を発揮したい女性のためのコミュニティのカトレジーナ様がスポンサーについてくれております、うん、ありがとうございます。はい、あの、はい、自らの力で切り開いていきたいライフスタイルを自らの力で切り開いていきたい女性のためのコミュニティということで、はい、オンラインでいろんな取り組みをやっていてですね、うん、実際私も関わってるんですけど、すごく関わってるっていうか、うん、あの入ってる、うん、サロンですごくね、あの Facebook のライブ配信があったりとか、うん、なんかこう自分たちでお金を生み出してみたいとか、うん、すごく面白いの いいです、ね、はい、うんうん、ぜひあの Facebook とか、うん、あのネットでもカトレジーナで検索していただければ出てくると思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。はい、お願いします。というわけでね、はい、1時間ぐらいねお送りしておりますけども、うん、まあ、この番組ね、なんだ、月曜日、毎週月曜日、はい、FM 那覇さんで、うん、15時からですね、お昼3時から56分ぐらい放送しておりますので、うん、FM 那覇をね聞ける方はね、ぜひ生でね聞いてみていただいて、あとはね YouTubeが、YouTube 配信と、それ画面が画像がね、あり、画像か録画か、うん、ありますので、うん、ぜひそちらを見ていただいて、うん、でついでにポッドキャストですね、うん、音声だけの方も、はい、聞けますので、よろしければ聞いてみてください。でメッセージはシューピー、はい、FM 那覇のメールアドレスですね、780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp の方までよろしくお願いいたします。あとは FM 那覇のホームページの方からですね、あのお問い合わせ欄に、まあ、行っていただいて、うん、そちらの件名にぐすらじと入れていただければ、うん、はい、コメント、まあ、届きますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まあ、今回みたいにね、毎週水曜日の6時半から1本目、2本目が7時半ぐらいかな、うん、沖縄健康追求ラボの Facebook ページでライブ配信しますので、その時にコメントいただけると、うん、まあね、今日ねいっぱいコメントいただけて、さすがお酒っていうテーマだけど、お酒のテーマすごいみんな反応しましたね。食いつきやすかったですね。食いつきやすかったですね。というわけで、まあそんな感じでですね、うん、早いですね、1時間ね、はい、あっという間でしたね。あっという間でしたね、うん、じゃあ最後にとりあえずお酒飲んだ時は塩舐めて水飲めと、うん、そうですね、うん、はい、お酒飲んでもいいけど、はい、その後はどうにかしてくれと、はい、というわけで、はい、いや、うん、早かったあとね1分ぐらい話せば大丈夫ですね1分ぐらい、じゃあちょっとシューピーも、シューピー今日の感想、今日の感想ですか。っていうか、あの次週ゲストいるんですよね。あ、次週ゲストいますね、はい、まあ、次週っていうか、まあ、生収録的にはあと5分後ぐらいなんですけど、はいはい、次週、ヨガのねインストラクターの手と足が長いって、手と足が長いね、ボソボソ手と足が長いね、アズアズの2倍ぐらい全部あるかもしれないですね。羨ましい、本当にどっち小さすぎるのか大きすぎるのか分かんないですけどねどっちか分かんないですけどね、ちょっと魂滑ってるからね、はい、役割果たしてお別れしてもいいですか、はい、お別れしてもいいですいいですかね、はい、はい、じゃあまたね来週よろしくお願いします、はいはい、耳から取れるむくみ取り耳癖ラジオは、あずあずこと能見あずさと、滑る玉順こと玉城順と、はい、シューピーこと中修司の3人でお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございました。また来週、はい。